D ライブは、皆川良次作の漫画作品。週刊少年サンデー史上に、2002年44号から2006年18号まで連載された。単行本は、小学館サンデーコミックススペシャルより、全15巻が刊行されている。国際的人材派遣会社、アセに所属する、マルチドライバー、イカルガサトルがあらゆる乗り物を使いこなして、 任務を遂行する様子を描くアクション漫画である。脚本制作には、七月京一、高重、中、横溝国彦らが参加している。数話を一章とする、各章完結の形態をとっており、ストーリーの内容もドッグファイトから、人命救助、犯罪者の追跡、オートバイレース、遺跡発掘、カースタントまで多岐にわたる。各章のサブタイトルには、 様々な映画のタイトルが採用され、また主要登場人物の名前はすべて鳥類に由来したものとなっている。外伝作品として、サトルの父、シンを主人公に据えた A ライブがある。2010年11月には、ニューギンよりパチスロキエピソードドライブが発売された。EP1 で登場した水上オートバイ。EP2 で登場したホイールローダー。 EP2 で登場した、はしごつけ消防車。EP3 で登場した、Z 機三3 8 EP4 で登場した、スーパーひたち。EP5 で登場した、カミオンの一例。EP6 で登場した、スノーモービル。EP8 で登場した、DSRV の一例。EP9 で登場した、スバル360ヤング SS。EP10 で登場した、 ジャイロプレーン。オールマイティサポートエンタープライズ。略して、アセ。軍人からベビーシッターまで常に一流を派遣するをキャッチコピーとし、世界中から様々な分野のスペシャリストを集めた国際的人材、派遣会社である。依頼料金は高額だが、任務遂行は正確かつ迅速。エージェント個人の意思で依頼を拒否することもできるとされる。 汗へ依頼する際の報酬金は、とてつもなく、高額と言われており、遺跡発掘のために、中東に数日間汗ドライバー1名を派遣した場合には、災害レスキューロボットの、遠流の運搬費用込みで3000万円を請求している。モズとの立ち回りを見ていた、ロコ曰く、完璧に構成された盾を見ているかのように、錯覚するほど、 エピソード2エピソード2エピソード15エピソード23エピローグシーンも途中からは予知能力の正体に察しがついていたようだがそれまでに蓄積されたダメージのせいで敗北してしまったと思われる。ありがとうございます。